はい、お買い物しました。ここは粘土人工場という場所みたいですね。で、持ち物はこんな感じになっております。魔法のペンダントね、 PB5 増えるんですけど、なんか売りにくくて売ってません。そんな感じかな。はい、では行きましょう。お前トイレ入るときマスク外してる？マスク外したらどんな感じなの？てか、そっか、マスクか。いや、外してないけど、お前外してるの？わざわざトイレで？終わったらつけるの？わざわざ。うん、わざわざ外してるよ。だってマスクかけるとこあるじゃん。ああ、なるほど。バッカだな。あれはマスクかけるところじゃねえよ。バッグとか傘とかそういうのをかけるんだよ。ああ、なるほどね。あ、俺ずマスクかけだとずっと思ってたよ。通りでかけにくいなって思ってたんだ。ああ、もう堂々と。なんだお前ら、何見てんだよ。あ、この人。ん？どこ行ったの？何か確認しに行ったのかな？騒がしいぞと。は、これは失礼いたしました？あ、もしかして第3章の終盤で、やられてしまった豚たちなのかな。指揮官殿が、指揮官殿がそんな水ばらしい格好なさっていては部下たちに示しがつきません。着替えを用意いたしますのですぐにお着替えください。お月の皆さんもお着替えを。あ、これでなんかこうややこしいことにならずに済む。はい。なんか何か勘違いされてるみたいだが好都合だな。待って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 、今ファって来ちゃったよ。リュカって双子だよ。ちょっと待ってくれ。なんか兄弟設定にありがちな感じになってるけど、ボギーポロンかわいい。あの子はどこに行くんだ。あ、あの、これ心ばかりのプレゼントです。お慕いしてもらっておりました。変な意味じゃなく。裏漢方、マジ超ありがたい。え、あ、なになになに、あ、嬉しいみたいな。うわー、ちょっと待ってくれよ。待ってくれよ、そういう展開になるの。めっちゃ汗汗してる。この上は？これなんだ？これなんかの窓なのかな？粘土人がどうして動くか誰だって疑問に感じると思うけど、この妙なものを粘土に組み込んで電気ショックを与えると、ただの土くれが動き出すんだよ。説明になってないか俺もよくわからないと。狂った粘土人なら放っておいてもそのうち木にでもぶつかってこの金になるでしょうから、放っておいたらどうですか。粘土人の材料はただの粘土ですから何度でもリサイクルできます。このシステムを考えたやつ頭いいですよね。確かに。なんて名前だったかな。あんこ、あんどん、あんこなす、あんず豆腐。ブギウギのリズムが聞こえてきた。こんなところにあるから重要なものかと思ったのに。これ何何何、なんかの練習しろってこと？なるほど。2回目だよね。前はジャズが弾けたんだけど。アンドーナツ博士。違うかな。粘土人の製造ラインを監視してると、時の経つのも忘れてしまいます。寝たー。寝たー。粘土人は壊れると勝手にゴミ捨て場に行くから、へぇ。楽でいいであります。なんかゼノギアスの某シーンを思い出してしまうんだが、粘土人を探しですわし。消費開発には
万全を期しておりますので、狂ったものなど一つもありませんと。あ、この人シャーっぽい。あ、なんか休めるとこある。休もう。こんなとこ入って狂ったように入ってきたら誰か見てそうなもんだけど何も言わないね。本当にここにいるのかな。狂った粘土人なら裏口に入って走っていきました。探してるの早くしないと、ゴミ収集車に詰められてゴミ捨て場まで連れられてしまいます。言えないんですよ、隠したものは。裏口、あ、ここか。なるほどね。それで狂ったようにすごい走り出していったのか。でもちょっとなんか色も違うし、苔が生えてるのかな。持ってかれる。やばい。あ、追いつけないよこれ。追いつけない。やばい。ちょっと待って、何かない？あ、セーブがある。車借りられないかな。まあセーブはいいや。追いかけましょう。あ、何それ。ゼンマイの獅子に出会ってしまった。もう目がいっちゃってるし、よだれも出てるし、怖いよ。匂い嗅ぎます。くんくん、炎に弱い気もする。機械は炎に弱いのかな。あ、やめてくれ。75って痛くない？タンタン、回復を攻撃。やばい。連打。回復は間に合わない。よし。どうしようかな。PSI ライフアップした方がいいよね。そういえば、よかったね。全枚切れたって。よし。トン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 。おう、イエーイ。初めてうまくいった。口と一緒にやって。ダメか。はい、ユカのレベルが1上がりました。なんだこれ。なんかドラゴンボールのタイムマシーンに似てる。あっと、危ない。豚マスクな、何やってんだ。気をつけろ。すいません、それ貸してほしい。それ貸してほしい。はい、指揮官殿です。貸して。見たところ間違ってゴミをお出しになってしまわれたようですね。ゴミは捨て場に行かれるならこいつで追っかけてください。ありがたい。はい、北東ね。北東、はい、ありがとね。指揮官か、この曲いいね。何、スリップ事故になっちゃったの。あ、ん、違う。あ、自分たちがびっくりした。あれ、この人って、あの秩父劇場にいた人じゃない。あ、バナナに滑ったのね。欲張のおっさんがバナナの皮散らかしてる。なるほど。ありがとう。優しいね、みんな。なんか、慕われてるのか、なんなのか。うわ、バレた。うわー、バレてる。すごい見分けついてる。他の奴らは騙せても俺の野生の嗅覚はごまかせねえ。新機関殿になりすました不定野郎だ。おお、まさかこんなことになるとは。
なんかあるんだっけ、アシスト。ディフェンスアップか。とりあえずオフェンスアップ自分に使って、で、ドロボーグッズのオフェンスを下げて、PSI のオフェンスダウンもいいけど、ま、とりあえず、なんかあるっけ？特に何もないので、PSI 間違った属性して使って、使うのはもったいないので、ちょっとここ、あえてガードをします。で、匂いを嗅ぎます。くんくん、炎に弱い気がする。人間臭い。うわ、ちょっと待って。もうでも持ってる持ってる。オフェンスが25下がった。体当たり、うわ。ちょっと待って、ちょっと待って。グッズの、これを使ったらなくなるのかな、どうなんだろう。ガベホチ一応一回やってみて、トマトラが、あ、待って、あ、そっか、ダスターって催眠振り子って眠らせることできるんだ。そうだったね。あー、これで、なるほどね。そっかそっか。ファイヤーに弱い気がするんだったね。で、ダスターそのまんまでいいかな。一応回復しとくか。なので、こんなに少ない回復が全然ないんだが、困りましたね。まあ大丈夫っしょ、1回ぐらいなら。タンタン、ほい。あー、ダメか。これいくつ ?99。 おっ、あ、すごいすごいすごい、そんなのあるんだ。あ、しかも結構すごい。87か。うーん、痛い。見せびらかした。釘付けになった。なるほど。癖のあるチーズ。どうしよっかな。牛肉をボギーコロンに食べさせてあげて、PSI のファイヤーと噛みつく。もぐもぐ。で、あ、消えちゃったか。フラメ間違ってる。いいね。で、自分回復はまだいいかな。で、PSI のファイヤーして勝つと。ダンダンダン。難しいよー。ダンダンダン。ん？すごい羨ましがあるね。まあ、最前列取るぐらいだからね、本当に好きなんだろうね。タン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 。あれ？いや、私も頑張ってるつもりなんですけどこれはキャプチャーボードのせいにしていいの？でも私テレビ見ながらやってるんだよね。我に帰っちゃった。もう聞かないかな。一応使ってみるけど多分聞かないと思う。なんだっけ、チーズ食べよう。チーズ食べて、で、まだファイヤー使えるから使って、イエーイ、60か、それで。なるほど。あー、うっそ。お、マジかすごい。開けろ。ファイヤートン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 うまくいかないよ。いっ、やっとできたね。タンタン。親指痛いんだよねリズム取ろうとすると。やった、楽勝パンフレット様々、勝ちました。すごい経験値の量、空上がるわ。
IQ2 も上がってたね、今。うん。なんだ、お漬物。あ、私漬物好き。カリコリ大好き。いや、やるじゃねえか。だがこのまま終わると思うなよ。滑ったー。てか、ボギーポロン大丈夫？思いっきりバナナ踏んでるけど。いや、楽勝でしたね。あ、ごめんなさい。ダスターだけ回復しとこう。よし、乗り込みます。あ、ちょっと待ってよ、なんかあったんじゃないかな。この外側に行ける。あ、うおちょっと待って、あのスズメ話しかけられるんじゃない？チュンチュン、スズメアドバイス。ポークビンに乗るときは A ボタン、終わるときは B ボタン。うん、これは覚えてるよ。ちょっと待って、なんもない。 OK。 あー、どこにいるのかなー。そ、あー、くる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 浮いてるんじゃないのかな。日頃の恨み、ドーン。そういうところで止まる？そこで止まる？これもらう。ハイウェイマップ。あの赤いのはチェンジ。ああ、なるほどね。はい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 。タワー、ファクトリー、パーキング。チェンジはあの、なんか例えばこことかも変えられるのかな。ああ、熱っぽくなった。あー、リュコも熱っぽくなった。あ、ちょっと待って、一回止めます。はい、行きます。チェンジ、なるほど。チェンジの前に一回どういう状況なのかを見ておこうと思います。あ、止めてるの。あ、でも一モンスターなのか。エンカウントしないのは楽でいいけど無駄に当たっていくっていう楽でいいけど、まあまあでもたまにはいいよね。あ、ディフェンスダウンアルファ、いいね。で、ここに宝箱か。シールドアルファ、うん、よし。ここなんだ。腕は、蓋の腕は。またこういうタイミングでそういうネーミングセンスのものオフェンス10も上がるのすごいね。こういうのってダスターがいいのかな。ちょっとステータス見てみよう。オフェンスはリュカの方が上だけど、まあでもダスターあれだから、泥棒グッズがあるから、まあ多分リュカの方が攻撃することは多いはずかな。めっちゃ上がるな。はい、待ってね、他に何もない。ここに宝箱、あ、なんかある。わざわざ看板を読んでくれる。そんなあなたが大好きです。いやいや、普通読むよね。普通っていうか読むよね。なんか気になるよね。乗り込みましょう。あ、待って、このマップなんか見たことない。こっち左行ったら竜巻の村じゃない。あ、ここに繋がってんだ。へえ、ちょっとついでに回復していこうかな。こっからね、砂漠の方に上がっていくとまたこう懐かしくて面白いかもしれないけど、まあここは先を急ぎましょう。これ経験値もらえたらいいんだけどちょっとでも、まあまあダメだよね、経験値なんてもらっちゃったら。詰まるところ、話だけでもしてみるか。どんな感じで変わるよって教えてくれるかもしれないし。犬用クッキー、なるほど。自分で持っとく？てかそうだ、ボギーポロンが意外と、買
財布を持ってなかったから渡しときたいけど、渡しとこう。ちょっと回復のやつはまあいいかな。うん、こんな感じでいいかな。よし、これはフォーク瓶自由充電器スタンド。うん、ここの充電装置壊れてるみたいなのです。あ、でも気にしないでください、自分でなんとかしますので。チェンジって書いてある、押してみようか。北の方に行ったと。ちょっと押してみるか。赤いランプだ。あ、なんもない。西、デス砂漠方面へ。北、ゴミ捨て場方面へ。はい、乗り込みます。どん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 。ここなんだ。キメラがいるよみたいな。飛び出し注意。全力で引きまくってるっていう。さて、北の方って言ってますけど、あえて逆らいたい。なんか宝箱ありそうで怖いんだけど、この見えないところに。で、これでさっきの右側に来れるんだよね。こっちはどんな感じで繋がってんの？あーらららー、なるほど。 OK。 待って、怖いなー。ちょっと一回この辺で。あ、なんかある。看板には好きと書いてあったと書き、え、なんな、なんなんて。まあいいや、書き出そう。すき焼きすき焼き。あ、あるやん、やっぱりホラミ。うわ、しかも裏漢方だし、すごい。ちょっとこの自分を褒めたい。待って、でもさ、こんなに簡単にやるんだ。ちょっと本当に戻りたい。あー、待って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 。あ、よかった、あかんなんなくて。おお、ナイス。よし、他にこの右下とか。ああ、なるほどなるほど。この左も怪しい。なんもない。よし、じゃあ先に進もう。すごかったね、さっきの私、嗅覚が。てか、チェンジじゃなくてチャージか。今更ですけど、チャージね。オッケーオッケー。犬がいる。上も気になる。あ、これ止まって、充電のやり方。1、充電パネルの上にポークビーンをセットしましょう。 A を押して電力を供給。で、スイッチを切ってくださいと。はい、はい。あのまま充電し続けてたらどうなるの？壊れるの？はい、定期的にやんないと止まっちゃうのかな、多分。セーブします。